ていただきますと、この観覧車円の直径が100メートルあります。100メートル以上の観覧車は、まあ、国内にも数多くあるんですが、これ時計付き機能の観覧車といって、今外周白いライトが点々点と動いております。これ60個あります秒針です。この秒針が上まで行きますと19時15分になります。19時15分になりますとお客様、ね、観覧車の明かりがパッと綺麗に変わるんです。それご覧いただきたいと思います。はい、あと5秒、5秒で変わりますよ。はい、変わります。はい、おめでとうございます。これね、今ちょっと大げさに話したんですが、これは特に珍しいことではなくてね、これ15分サイクルになっております。この綺麗な明かりが5分間、そしてあと残り10分が1から、ね、緑の明かりになっております。そしてランドマークタワー、ね、そして左前方の綺麗な可愛い建物、これはアニベルセルといって、あなたのスタイリスト青木のグループが経営をしております。日本最大の結婚式場です、アニベルセル、ね、こちらは日柄の良い時にはね、1日20組の結婚式が行われるというね、本当に大きな結婚式場です。すごいですよ、いくつもあります、この中にね、結婚式場が。Thank you.
船の右横で見えております。この建物は万葉クラブ横浜、まあ、ご存知の方いらっしゃると思いますが、ここではもう全然乗りません。毎日朝に湯河原方面から上質の温泉を、ね、運んできているようであります。